イスラム過激派組織イスラム国に北海道大学の男子大学生が加わろうとしたとされる事件イスラム国の戦闘員になろうとしていた大学生その行動が徐々に分かってきたきっかけとなったのが 東京秋葉原の古書店に貼り出されたこの求人広告勤務地シリア警視庁は大学生がこの求人広告を見て日本人関係者と渡航の手続きを進めていたとみているさらに 捜査関係者への取材で、大学生は成田空港からトルコへ7日に出発する航空券を購入していたことが新たに分かりました。フリージャーナリストの常岡康介さんは、イスラム国で戦いたい日本人がいると、友人から大学生を紹介された。しかし、 シリアに関心を持っているシリアで何かをしたいというのは全く伝わってこない彼はそのシリアに行きたいというよりは今の現状から逃げ出したいというのがおそらく本音だろうと思いました警視庁公安部は刑法の視線予備及び陰謀の疑いで都内の関係先通過証を家宅捜索。またたを手助けししようとした 複数の日本人関係者からも事情を聞いた。聞きなれない刑法九十三条の。視線予備。及び陰謀罪とは。どういうことなのか。外国に対して。指摘。いわば個人的にですね。戦闘行為をする。という目的で。日本国内において。 その準備をしたりとか、計画を立てたりする場合に、成立する犯罪ですまた、今後の捜査について、若狭氏は、こう指摘する。かなり本気で、イスラム国に行って、戦闘行為に参加するという気持ちが強かった場合には、逮捕ということもありうると思います。はい、逆に まあ、興味本位程度で、まあ、今回、えーまあ、こういう行動をしていたということになりますと、大学生の逮捕というのは、それほど可能性としてはないと思いますただあ、警視庁としては、まあ、今回の背景、組織的な動きがあるかどうかというのは、かなり着目していると思います。